よし、じゃあさっきのクライアントとこまではねスムーズに頑張ります。よし、もう畳みかけろ。よし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 、いいよ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 、いいねいいねいいね。よし、この調子でちょっと頑張ってやってみます。あー、これは仕方ない。うん、4ならいいや。まだこれは避けれる。あ、避けれなかった。4ならまだいいんだ。ハートレスが出てくるのが一番厄介だから。うん、よいしょよいしょ。むやみに増やす必要はない、カードで。危なくなったらこうやって組んで、ポーションも組んでね。当たるかなこれ。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、よしオッケーオッケー。これの繰り返しかな、パターンかな。さあ来い。まあゼロをね、もっとね3枚ぐらい入れればね、こんなことしなくて済むんですけどね。まあそれはね分かってますけどね。よいしょ、ほいほい、おい、オッケー。で、ちょっと回復も欲しいので、で、ファイナルブレイクを当てる。オッケー。あ、ちょっと届かなかった。ちょっと指の長さがちょっとだけ足らなかった今。ドナちゃん使いたかったんだけどな今。あ、ゼロじゃん、こいつ使おう。次、よしよし、さあ来い、ドナルド。オッケーオッケー。あ、待って、ロスタイム。おい、ちょっと余計なロスタイムが入った今。え、1なんだっけ。あ、回転の小切りか。まだハートレスじゃないだけ。よしとしよう。厄介だな。でもよいしょ、さあ来い、おい、オッケー。はいはい、ちょっとグーフィーどでかいの当てちゃおう。もうこのままね、いけ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 、ジャックジャック。さあこっからジャック。あー、当たらない、当たらない、残念。でも次でいけますね、次でいけますね。よし、あれ待って、嫌な予感がすんだけど。ちょっといいや、これは普通に倒しちゃおう。プルートの力も借りて、ちょっとホリホリしてもらって。あー、今はいい、今は良かった、別に良かった。今はそこまでそれは求めてなかった。で、ドナちゃんもね、ちょっと間違えてゼロを使ってしまったかって思ったけど、そうでもなかったな今。確認ミスだ、ミスだなこれは。これは俺のミスでした、ごめんなさい。よし、グーフィースマッシュで。じゃあもう遠慮なく倒すよ、こっちは。おい、まあ、あとちょっとだからね、回復さえさすね、やられなければ問題ない。さあ来い、さあ来い、さあ来い。おい、でゼロにして、よいしょ、これは前に出とこう。もう回復しない、もう回復しないでいく。でここを、おい、でもう一回もう一回もう一回で突っ込むよ。次で突っ込むよ。特攻しますよ、特攻ですよ次で。よし、いけ、ファイナルブレイク切ったね。お見事、よかったよかった、見事なファイナルブレイクでしたね。まさにファイナルブレイク、かっこいい。正しい使い方だね、これが。正しいのかわかんないですけど。さあ、ブギーのカードを手に入れましたね。入れました。ありがとうございます。靴下。なんか、刃みたいなのが生えてたんで、そらく。今更だけど。かわいい。ああいう萌え要素ってあるよね。意地汚いブギーめ、意地汚い言うな。わしの薬をほとんど飲み干してしまいおった。ほとんどってことはちょっと残ってた？
瓶の底にほんのちょっぴりしか残っとらん。残ってたんだ、全部飲んだのかと。明らかに一気飲みしてたもんね、あの勢い。すら、せっかくだから博士に頼んで試してみたら。何、いらない、やめとくよ。ああ、あれ見たから。なんじゃ飲まんのか、つまらんな。しゃっくり出た、さっき。いい実験になると思ったんだが。まあ博士、真の記憶への興味はなくなったのかい。そうじゃない、逆にどんどん強くなってる。でも俺言っちゃったんだよな、自分で確かめるって、アクセルってやつに。それにしても奇妙じゃ、わしが匂いを嗅いだらハートレスが現れ、ブギーが飲んだら恐怖に取られてしまうとは。うん、成功だと思うけどね、それ。うん、真の記憶が目覚めると心のバランスが崩れ、予想もつかない変化が起こるようじゃん。なるほどな。じゃあもし俺が真の記憶を目覚めさせたら、もっと恐れ、もうそれはもう、それはもう恐ろしいことが起こりそうでたまりませんけど。とはいえこれは仮説じゃん、はっきりさせるにはさらなる研究が必要じゃな。頑張って。どうしたんだい、そら博士の話を聞いて怖くなったかい。まあね、ちょっとだけ。素直だね、そらくんは。そうかい、ならば安心だ。恐怖や不安を覚えるのは君の心が元気だからさ。心の元気をなくすといろんなことがどうでもよくなって、恐怖を楽しむこともできない。恐怖と悪夢の大王として、それは何より悲しいことさ。よく考えてるんだね、意外と。ジャックも、ありがとうジャック、覚えとくよ。それではごきげんよう諸君、君たちがいつまでも恐怖を楽しめるように祈ってるよ。うん、祈ってて、祈ってて。僕もこれからも、これからね、これからもずっとカードを念じ続けてるから。そりゃもう祈っててください。よしよしよし、ではね。体力が結構危ないですね。この辺にセーブポイントがあるはずだから、よし、ここで回復をちょっとしたい。 OK、 じゃあ行きまーす。え、ラクシーヌ、アクシーヌよりだ、甘じゃわ。そういうこと、ラクシーヌよ。どう、この忘却の城楽しんでる？そりゃもう、無駄な記憶が剥ぎ取られて、心の底に眠る真の記憶が目覚める。なかなか悪くないでしょ、真の記憶。でも一番大事なことをまだ思い出してないのよね。ソラが自分の名前を忘れてるって知ったら、あの子きっと悲しむわ。うわあ、あの子知ってるのか、ラクシーヌ。ここにいる。当たり。マジか。私たち悪者があの子を城の奥に捕らえてるってわけ。あんたは勇者なんだから頑張って助けてあげなさい。あ、はい、頑張ります。でも、うわ、なんてこったい。私悪者だから邪魔しちゃうけどね。そら、これは俺が持っていたのか。あらら、ずっと持ってたものまで忘れちゃってたの。いいえ、忘れてるはずないわ。それの記憶はあんたの心に刻みつけられてるはずよ。ほら、思い出してごらんよ。それってなーに？誰があんたに渡したの？痛いとこついてくるな。お、み、ほらほら、あんたの心を、記憶をさっさと解放するのよ。波、あと一文字、頑張って。お、やっと
い出した？そうよ、ナミネよ。その安っぽいお守りはあの子があんたにあげたもの。だけどあんたは忘れてた。それどころかナミネの名前さえ覚えてなかったなんてひどいわ。ソラ、白状すぎるわ。演技派だな。罰として思い出のお守りぶっ壊しちゃおうかな。触るな。取り返すか。これはナミネがくれたんだ。俺の大事な思い出だ。大事な思い出？戦いそうだなこれ。なんかうわ、ロット忘れてたくせに偉そうなこと言うな。マジかー。ちょっと休憩挟んどきゃよかった。ここでそうだよ。大丈夫？なんとかなる。うわうわ、ちょっと、なに今の。え、嘘。あ、ゼロ使ったのか。ファイアロットくれ。オッケー。マジか。上を行かれてしまった。よいしょ。回復しながらちょっと攻めていこう。よし。で、グーフィースマッシュ頼む。あーはははははんじゃないよ。ちょっとこの野郎、ははんじゃない。この笑いがちょっとツボだ。ちょっとよし、チャージしちゃったね。あはは、空振りしちゃった。まさにハッハーンだよ。ちょっとこの状況、わわわわわわ、ちょっとやばい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 。ほい、あいで、あ、マジで今ダメだった？マジか。ちょっと計算外。それは今の一撃ちょっとかなり痛いよ。だよねー。どうしよっかなこれ。はっはーんじゃない。ちょっとよしよし、これちょっと通って。オッケー、はいはい。でよし、でプルート頼む。プルート、マジかー。ゼロ使う。ここであの不気味な笑み、あのカードの、ちょ全部当たってる。よし、来る。ああ、うわうわうわ、テレポートラッシュだって。うわ、ちょっと避けて、危ない、ちょっとははははんじゃない。ちょっと待って、長い、攻撃が長い。ちょっとうわ、ちょっと攻撃が長すぎない？長すぎやしませんか？ちょっと、よし頼む。プルート、マジかー。ダメだよねー。乾杯だよこれ。ちょっとガハハハハハハで直してきまーす。さあ、ということでやっていきます。ですね、あれからちょっとデッキをですね変えてきました。変えたといってもちょっと追加したっていう感じなんですけど、多分ね、明らかにカードの使い方もちょっと悪かったので、ゼロも3枚にしたりとか、いろいろちょっと工夫をしてみました。はっはん、もうちょっとね、あまり使ってほしくないので、使わせない、いかに使わせないかが大事。いけ、よしよしよし、取った、グフィ取った、はっはん、グフィ、あ、グフィじゃなかったですよ。よし、ドナちゃん、ちょっとエフェクトが強いとですね、この間にデッキを組まれてしまう、ストックを組まれてしまう恐れがあるので、
そういう意味ではちょっと嫌ですね。なのでここでしっかりと回復。悪いわねー、こっちこそ。ほい、で多分いけるいけるいける。でもいけるわいけるわ、今回勝てますよ、うん、よいしょよいしょよいしょ。うわー、ちょっとモロ当たってしまった、モロ当たってしまった今。よし、グーフィースマッシュを当ててやれ。いけいけ。あ、ちょっとタイミング失敗した気がする。ちょっとあのストック技使わせたいな。よし、オッケー、はい、でオッケーオッケーオッケー。でグーフィースマッシュを当てると、あ、弾かれた。そうか、ファイナルブレイクにならなかったな。マジか。でも いけそうですね。もう全然いけますね。あー、ちょっと1個でも当てとけ。あー、ダメか。あ、間違えた。今ちょっと回復しようと思ったのに、3枚目入れようと思ったのに、しまったな。ほい、でこれでじゃあ回復しよう。オッケーオッケー。あ、ゼロ入れてしまった。あ、でもいけましたね。よかったよかった。若干っていうか相当魔法重視なデッキになってしまってますね。でもね、いずれはね、攻撃型なやつにしてみたいんだけど、また魔法サンダーの7はすごい欲しいね。いいねいいね。やばい、また魔法が使いたくなってしまった。おー、弾いてく。それほどでも。さすがは勇者ね、白状者だけど。うるさい、本当のこと言われて怒ったの。あんた本当お子様ね。お子様ですから。お子様にプレゼント。何を。お、これはワールドカードじゃないか。あんたの記憶から作ったカードよ。ありがたく受け取りなさい。これはありがたく頂戴いたしますよ。待て、ラクシール、また戦う機会がありそうだな。アクセルもだけど。どこだ、どこに隠れてる、出てこい。心配しちゃってるよ。やめるんだ、ソラ。もういないよ。ソラ。悔しいんだ。悔しいか。あんなやつのせいで思い出すなんてさ。ナミネの名前を。おお、なんか4つ追加されましたね。アトランティカと100エーカーの森しかなんか見えなかった。ネバーランドあったかなと。よーし、友達の名前はナミネっていうんだね。やっと思い出せてよかったね。うん、よかったけど、その思い出し方があれなんだよね。悪者の言ったこといちいち気にしちゃダメさ。グワッグワッグワ、かわいいかわいい、どのちゃんかわいい。じゃあ先行きまーす。アクセル、ラクシーヌ戻ってきたね。負けたふりも疲れちゃうわね。負けたふりだと。そうか、割とヤバかったように見えたけど。ちょっとヤバかったんじゃないの。何言ってるのよ、あんたの目節穴じゃないの。不邪魔なものだ。お、新しいかこれは。ビクセン、あの程度の存在に追い詰められるとは情けない。機関の辛いおもしめ。何の用だビクセン、あんたの持ち場は地面の下だろう。地面の下、手助けに来てやったのだ。お前たちは空を高く買っているようだが、果たしてそれほどの存在かな。本当に価値があるのか見極めるには実験が必要。実験だと。あんたらしいわね。要するに実験しないと気が済まないってわけでしょ。本能だよ、科学者としてのな。科学者、別に構わない。科学者なのか。あんた空を試すついでに自分のしもべも試す気だろ。しもべまでいる。研究成果と言ってる。研究成果か。おもちゃの間違いでしょ。おもちゃ。理解できるものがほざくな。まあいい、
せっかく来ていただいたんだ。あんたにも楽しんでもらおう。なんだあれ。先輩へのプレゼントだ。そいつを使えばもっと楽しい見せ物になる。おや、なんかなんだか面白いことになってきましたね。ふと今、急いでくれ、ナミネが捕まってるんだ。